喉が痛いのと、普通にあのめちゃくちゃ風邪ひいててなんか7月のこれぐらいの時期もずっと風邪ひいてたからあれなんだけどね。実はあの本当みんな私が体調崩しやすいのを知ってると思うけど、うん、ちゃんと崩してて、明日お話し会やるけど声がもう本当に出ないのでスケッチブックとかになるかもしれない。でもあのコロナじゃないのであの大丈夫です。で熱があって熱もちゃんとあるんですけど、それが一番何より辛くて、今ずっと熱が下がらないんですよね。7度6分から8分をずっと地味に行ったり来たりしてるみたいな感じになっちゃっていて、ちょっとしんどいのであの心も元気だし、コロナではないんですけど、ちょっと皆さん明日はマスク着用と何だろう、私が喋れないよってことだけご理解いただけたら嬉しいなって思います。これぐらいの、大きさだったら喋れるんだけど、多分人がいっぱいいてこう喋るってなった時あんまり大きい声が出ないので辛いと思うから、でもあの振り返りするわけにいかないし、あのねもうすぐ卒業しちゃうので、なのであのちょっと喋りにくそうにしてるかもしれないし、鼻声だったりあの喉が痛そうだなっていう話し方をしてると思うんですけど、あの気にしないでください。で、まあ、みんな気になると思うし心配してくれると思うんだけど、何よりみんなとちゃんと会ってお話しできるっていうことが大事なので、あの、まあ、よっぽど8度以上とか出ない限り私は休んだりしないから、あのなんだろう、気をつけて、みんなもなんか夏風邪とはいえうつっちゃうとあれなので、マスク着用だけしっかりしてきてほしいなっていう気持ちです。すみません、コロナではないんですけど、そこだけご理解いただけると。嬉しいです。はい。でね、今みんな暇？てかアーカイブ見たいんだけど、みんなと今じゃダメ？今は難しいですか？お仕事やめてくださいやめれない？アーカイブをね見たくて、ちょっと今でいい？背負っていくのやめなニコ動だよね、プレミアム会員なので私課金してるので見れます。なんとこれかな、これでいけるかな。はい。
音聞こえてないよね。みんなには音聞こえてないよね。つけてみた。一緒に見よう。今会場のところが映ってる。つけれる？みんな見れる？アーカイブ見れますか？みんなさん今ちょうどシャンデリアカワチーっていうコメントが流れてきて、開始1分10秒になるところです。開場してる今。2人とも風邪で寝込んでて、あら大丈夫です。お大事に、お大事にですよ。私も本当だったら寝込んでるはずなんですけどショールーム全然できてなかったから、7月。あ、しかもアーカイブも見たかったし。つけた？今ね、私と同時タイミングで見たいなら今2分15秒になるところ、今15秒。無理しないで。ありがとう、本当にお大事に。夏風邪は長引くと辛いですからね。私7月も風邪ひいてて、6月かロケに行ってる時とかもめっちゃしんどかったんですけどもう今年2回目です、このなんだろう、ただのひどい風邪。多分今回のは疲労がたたったんだと思うんですけど。つけた？今3分10秒になるところ、はい10秒。今つけた？みんなが準備できたら見ようかなって。アーカイブつけた？時間合わせた。すぐの時のような大集合はないでしょうって書いてある。バカだねこれね、コメント残るのになんでこんな恥ずかしいコメントするんだろう。話違います。これは小さなブリです。うん、いっちゃん元気？
今影慣れ始まりました。噛んでたよね私これ。円盤化するのかなって書いて、しません。今あの別始まりました。規制退場を行いますのでって言ってる。 Now。もうこの時から声つらそう、ちょっと若干。ちょっと喉痛かったんだよね、この時も。ゆめ緊張してる？この時はまだしてない。まだなんか謎の余裕。これのあとスタンバイしてる時ぐらいに若干緊張してた。なんかだって自分の名前の入った卒業コンサートだったので、それはなんかやっぱり自分がのために集まってきてくれてる人たちじゃないですか。ソロコンの時も若干緊張したんだけど、その私普段全然緊張しなくて、だってもうなるようにしかならないから。そこまで来たらね、別に緊張したっていいことないし、だからしないんですけど、今回はちょっとだけしました。なんか責任感とかがあったっていうのと、いいのものにしたいっていう、それが自分にもちゃんと降りかかってくるものだったのね。左腕やらんかな。左腕はやりません。候補にはありましたけど。すごいコメントが2つ見えてるのおもろい。絶対さ、他推しもいたのにさ、ちゃんとみんなピンクにしてくれてた。あ、来ますよ。ちょっと待ってね。立ってるみんな、かわいいみんな。
このさ、これ泣けるよね、この写真のやつ。すでにうるうる 泣くところある？今これ まだないでしょ。なんでこの写真なんだろう、出来上がるやつ え、漏れてる、かわいい ここから出てくると思ってなかったでしょ。うさぎかわいい。うさぎ持って出ていいですかって直前に言った映ってる人いるでしょ ここでもこの状態で映ってる人いるよ、ファンの人で。すごい映ってる、関係者 ちょっと待って、関係者映りすぎてたんだけど今 NGT ファンのね、お行儀がいいなって思うところ言っていい？私がこうやって通路通っていくじゃん、もうほんとこの距離なの、この距離にファンの人がいるけど誰一人触らないの。これがマジで偉いなって思って、なんかお行儀いいなって思ったの いや素晴らしい。でも誰一人触られなかったよ。普通じゃないのか。全体コンサートとかでやった時とかめっちゃ衣装とか触ってくる人いたよ。だからなんでと思ってたけど、もう NGT のコンサートでは触られたこと一切ないです。でもなんか推し席みたいなのあった時とか練り歩きとかした時はめっちゃ触られてました 「ここのマリナかわいい、バイバーイ」って言った後のマリナガーンって顔してる かわいい。かわいい、マリーナ指さしてくれてる。
これ他の子の衣装も私が全部選んでるんですけど、ピンク合わせにしてもう開幕から全部ピンクみたいな感じのイメージで、あのなんだろう、イメージ的にはもうステージ全体がピンクになるようにしたいですって言ったら、ファンの人もみんなペンライト最初ピンクにしてくれてて、だからイメージ通りと思ってめっちゃ嬉しかったです。そう、ここのみんなの衣装もピンクがいいって言って、この衣装は誰のガレさんも着てますからね京都もで、ね、結構 NGT の中でもすごい好きな衣装でした。マイクもね、ソロコの時に使ってたキラキラのリカ専用のマイクのカバーをつけてます。ここから私いないんですけど着替えてるので、え、待って、今気づいたけどさ、この曲名出てるやつ R に角生えてる、かわいいえ、今初めて気づいた。会場でも出てた？夢はカメラに見せるのが上手だね頑張れ花江、頑張れ。お名前助かるって書いてあるそうだよね、だって私のことだけ知ってて今回コンサート初めて見るって人もいるからね。そろそろ着替えが終わりますよほら出てきた早っ、すごくない？この一曲の間に、しずしなはもう遥かと最後にちゃんとこうやってダブルセンターで踊りたくて選びました。着替え終わった、着替え早え、いつの間に着替えかっていうリカちゃん早替えこんなんばっかだよ、このコンサート早替えばっかりだよリカちゃん可愛いってコメントあって嬉しい。このレイニアの煽りはリハの時がすごい下手くそでどうしたんだろうって思ってたら本番上手だったリハの時一回もちゃんとやってなかったのに、やっぱレイニアさすがだな
私が踊ってて楽しそう、この曲は。重力センターでやったことないんじゃないかな、この時以外は。こんなになんか余裕な顔して踊ってるけど、もう次どこで着替えるんだっけとか、 MC いつ履けようかなとかしか考えてない え、こんな余裕な顔して踊ってるけど、ウインクとかもしてるけど、もう全然違うこと考えてる。これで一回 MC だよなとか かわいい、ななみハートしてくれてる全然そんなの感じなかった？嘘。やっぱこの衣装かわいいよね。ここマリナ仕切りでよかった。マリナちゃんと、なんだ、客席とかメンバーが喋ってる時はメンバーにちゃんとこう、なんだろう、気を使えるし、めっちゃ。うん、すごいめっちゃ嬉しかった。うん、全体をちゃんと見れてる。やっぱこの衣装かわいいわ。そういえば富山県出身って久しぶりに言ったの茶番やめて やっぱみんな大人になると若い時のキャッチフレーズ恥ずくなるよなって書いてある。はずいですよ。なんかレイには最近バブミに磨きがかかって、そうだよね、ユーハオタクだもんね、普通に。
女オタやんけって言われてユーハってガチオタだったんだよね。だってなんか私のファンの子と一緒に参戦してたみたいなとかも聞いたことあるからすごいなと思って。ユーハちゃんだけ知ってる？なんかガチガチオタだったでしょ。私知らなかったわ。まあ愛用推しだったからね。なんかでもスモモはなんか現場来てたのかな。私スモモもう分かんない分かんないっていうか認知なかったわファンの時。でお話し会来てるって言ってるの全然認知してなかったけど、すごいね。なんかでもベース在宅だったのかな、スモモは。そんな感じだと思う。私多分見てたら覚えるから。ごめんね くしゃみが すいません ねえ、レイニャ可愛い マジ赤ちゃん。大丈夫。ごめん。ほんと、くしゃみが。これはファンの人がやってって言ったからやりました。いやでもこのさ、この一平さんバチかっこいいよね ちょ申し訳ないけど バチいけるんじゃない？ちょっと。エロ コメントやめて。エロってこう 触らないでって叫 確かにね、触られたくなかった。自分たちはね、お行儀よく触ってないのにね かっこよくない？この抱きしめられたら。私めっちゃ好きなんだけど。顔見えてから「あのイケメン誰だよ」ってさっき しかもすごいイケメン 妻子持ちですから安心してください。そう、お子さんめっちゃダンス上手で、親子でダンス。ダンサーめっちゃイケメンやな わら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  雰囲気がおもろい 一気に。先生じゃ仕方ねえな そんな紹介の仕方ある？説明あり
マジおもろい別に言わなくていいだろうって強がってるやつもいますね。エロいよね。でも男の人一人いるとやっぱエロさが増すよね。なんか曲の雰囲気的にその何多分未練まだあるよみたいな曲じゃん。その男の残像みたいな感じでやってくれって言われたから そうそうそう、ファンの人びっくりしちゃうから説明してもいいですかって言って言った私がとはいえファンの人がびっくりしちゃうのでつって、ほぼケツが見えてるこれに関しては これはユーハはアユオタクだからアユのとこにユーハ入れてあげてって言った。セクシー楽曲メドレーですねここは。まあでも私といえばイメージ的にセクシーな曲やってるイメージの人もいたと思うから、これは絶対入れたかったかな。でも自分ではなんか別に最初からブランディング的にもセクシーな曲やりたいとかは思ってなくてなんか気づいたらそういう要因にされてた。まあグラビアが多かった時期もあったしね。謎に中居なら脱がしてもいいやろみたいな感じがあったからなんかそれ要因にな気づいたらなってた。なんかこれは後からついてきたイメージなのかなと思うけど、だって私自分からそういうのあんまりやってるイメージなくない？最初の頃はこの曲とかもなんかこんな大人の楽曲私に来るんだって思ったもん最初はね。だってさ私パジャドラの時点で天使の尻尾から純情主義になってるからね。でこれそれはなんでなんだろうって思ってたけど、やっぱだからそういう要因に運営が最初したかったのかなって思って、じゃあ別にいいですよっていう感じでそこにはまったってだけだったんだけど、これは折り面で好きな曲だったので選びました。23位にをいただいた時のアンダーガールズの曲ですね。だらしない愛し方。やっぱさ、はるかって顔エロいよね。エロ顔。
でもなんか私が個人的に襲いたいなって思うのはやっぱそのみゆみゆとかそういうなんか どうしたこれガチで脱いでるからね。エロく脱げてた今の、ねえエロく脱げてた、ねえねえリカ、これリハで怒られたんだからもうちょっとエロく脱げない。最初さ全部脱いでてシャツも全部脱いでなんかこうやって真っ裸でほぼ真っ裸で言ったらなんかねえねえ全部脱いだってスタッフさんに言われて、ねえ脱ぎましたけどって言ったら、あのそういうんじゃないからエロく脱いで、そういう演出だから脱ぐためのやつじゃないからって言われて、ええってなって頑張ってエロく脱ぐ練習をしました。エロく脱げてた。でもこの曲似合うよね、 NGT の子たち。私すごいめっちゃこの曲選んでよかったなと思う。でここからちょっと雰囲気がね変わりますね。もうねスイスイがめっちゃ可愛い。ずっとニコニコしてんのスイスイって。知ってた？赤ちゃん。ほんと可愛いスイスイ。可愛いね。スイスイって本当に可愛い。もう3期生全員出てるのにスイスイのことばっかり言って申し訳ないけど、スイスイって本当に可愛い。歌えるのって感じ。いやこれの私も漏れてるよね。リカ先生って言われてる。ニコ生見ながらやってるよ。今は青春のスピードです。でもこれ本当私にだけ思い出 DVD 欲しい。別に売らなくていいから。いやーこれのさ、やっぱこの衣装も可愛い。なんか私がオリジナル着てるからみんな合わせる衣装どれにしようかなって思ったけど、この衣装めっちゃ青もちょうどいい青で爽やかでいいなって思ってこれにしました。マイク持ち帰るとこ最初のところかな、それ。
トントン。ちょっと申し訳ないけど、うちの子たちが可愛い。やっぱ青春高校アイドル部の子たちには負けてない。申し訳ないけど、うちの子たち可愛い。 うちの君知ら最高。 ダンスもみんな上手だし、申し訳ないけど、うちの子たちの君知ら最高です。なんと。なんとね。みんなサンシーポーズしてくれててね、おもろいのがね、リハでね、こうやって鼻に引っ掛けて遊んでたの。サンシーの詩をこうやって鼻に引っ掛けてレイニャとかと遊んでたな。それもマリナが本当にやると思ったらしくって、本番でもやってて、写真でちゃんと残ってて、で「えこれみんなやってないの?」って言ってて、「やってないよ、あれリハのノリだから」って言って「えやっちゃった?」って言ってて、めっちゃおもろかった。なんかさ、ここでさ、なんか香ばしいコメントしてる人たち、ほんと恥ずかしいよね。だって残るのにさ、なんかかわいそうな人たちって感じ。アキレス腱切ってね、大丈夫かな、私それあの後で聞いて「えっ?」ってなって、大丈夫だった、お大事にって感じ。今初対面状態だよ。確かに。実はこれ会場に相田さんだけ本当は来てくださったんですよね。だから客席にこうやって やってた。そうそう。うん、本当で出てほしかったんです、本当はね。アキレス腱切ってたんだよね。何してらっしゃるんだろうっていうか、アキレス腱切ってる。ほら、大丈夫かなって。
客席に言ってるでしょ、関係者席に言ってました、ずっと。何そのレイニアのやつ。でもなんかでかかったウエスト見てもらったら分かるけど、詰めてるしブカブカなんだよね。そう、後ろのベルト余りまくってんだよねブカブカだったちょっと一番小さいサイズだったはずだったんですけど、あ、これそう、ファンクラブのやつは23日にあれなんですけど、解説するんですけど、皆さんお知らせ来ました？ありがとうございます。多分しばらく Twitter じゃなくて X とかあのインスタとか更新せないと思うから、そっちばっかりになると思うので、ちょっとそっちの方で私の生存確認をしてください。このレイニアめっちゃおもろいレイニアこれめっちゃおもろいそこで気づく、ありがとう。なんか返信見れるようになるらしいので、みんなとチャットしてる気分で楽しくやれたらなと思ってます。ルアちゃんさ、顔が小さいからさ、耳が大きく見えるよね。うん、この髪型のせいかな、耳大きくない？私耳ちっちゃいんです、めっちゃ。それ言わなくていいよ機嫌悪いので塩対応です。書いたな、そういえば。継続型班とチャットの人、そうそうだよ、あれ通路って呼んでんだ
気のせいじゃない。いつ気のせいだよ絶対。気のせいだよね。あれ見てます、卒コンのアーカイブ見ながら配信してます。皆さんもよかったらぜひ見てください。今52分くらい、今うん52分ぐらい、じゃちょうどジャスト52分ぐらいでした。私と一緒に見たい人は52分、今20秒になったところですね。てかさ、ひなたさ心ない人と思ってたけど、なんかめっちゃ泣いててびっくりした。心ない人と思ってたけど。かわいい。かわいい、めっちゃかわいい。ひなた心ない人と思ってたのに心あった、ちゃんと。いや、なんか心ない人って悪口じゃないよ。なんかそう、なんかなんて言うんだろう、あんまり感情が揺れないタイプ、その人の卒業とかであんまり感情が揺れないタイプの子だと、なんか常にニコニコ笑顔でいるイメージだったから、なんかすごい泣いててびっくりした私。え、そんなにって思っ、そんな泣いてるところあんま見たことないから、なんかすごい、そうそう、泣かないイメージだよね。そうだ、心ないっていうのはちょっと語弊持ちなんだけど、なんかなんかな、なんて言ったらいいんだろう、あんまり人に対してそんな感情を高ぶらせてるところを、あの頻繁に見るわけじゃないから、そうそう、これ萌ちゃんにしてめっちゃ正解だったな。表情の作り方がやっぱり萌ちゃんはエッチだからな。でもやっぱ私が襲いたいのは、まあ、みゆみゆとか襲いたいのはとか言って
やばい、遅いって。この衣装いいよね。二人とも似合うだろうなと思って。え、私顔可愛くない？ え、ちょっと待って。え？私この日顔可愛くない？え、待って待って。びっくりしちゃった、今。え、顔可愛くない？ え、この日顔可愛いよね。やばも、萌えちゃんこの曲似合う、めっちゃいい。え、顔可愛くない？ 漏れてたよね。え、もうここはもうビジュアル面なんで、ビジュアル面を揃えました。やっぱご本家様もそういう感じじゃない？綺麗系美人となんか可愛いミルキーさんみたいな。なのでこのメンバーにしました。え、これ湧いてた？リカ、客席の反応あんまり、その耳してて聞こえてなかったんですよ、イヤモニしてて。湧いてた？あの女の子席は湧きそう、ここは。顔が可愛いね、君たちは。これさ、見てもらったら分かるんだけどさ、靴が超厚底なの。おーって言ってるね、客席。今い、は、久しぶ、は、初めて聞いた。おー、全然落ちないな、これ。取れないってなってる。ナイス、ファインプレー。ここもほんと悔しくて泣いたから、私、早替えの時。もうメンタルやられてるから、この時。でも一応笑顔でちゃんと踊ってるね、えらい。スタイルよ。スタイルよ。もうめっちゃメンタルやられてるから、これ。なんで詐欺。
ちょっと待って、スタイルよくね。え、スタイルよくね。細くね。めっちゃ頑張ったからダイエット。だってドレス着るとき、あのしのぶさんチームの方になんかウエストも申告通りでちゃんと美しいまま卒業できて偉いですねって言われたんだから。最初の頃のデータしかなくて、それで測り直したんだね一応。だから初期とあんまり変わってないねってちゃんと褒められてますからね一応。スタイルよ。なんかたまに申告持ってる人いるんだって。だけど私はちゃんと数字そのまんまだったから。そうそうそう、大丈夫？戻った？やっぱ漏れてる。全然可愛くない湧き方。なんでみんなこんな可愛くない湧き方するんだろう。なんか、もっと可愛く湧いてほしいよ。私は会場込みでさ作ってるんだよ。っていう悪口をずっと言ってた、止まってる間。じゃあなんか女性席はそんなことなかったけど、うーみたいな、みはるとか言えばいいじゃん。なのにさ、なんかうーゾンビみたい。本当にブス湧き方が可愛く湧いてほしい。かわいいね、すいすい。なんかやっぱ声の出し方みんな忘れてるんだな。みはる、みはるとかさ言えばいいのに、なんで言わないんだろうって思ってた。私体力えぐくない？ボール投げたらどっか飛んでっちゃった。頑張れ。うん、出ずっぱりですからね。その出てない間はずっと着替えてますから。
歌詞がめっちゃ私っぽいよね。これはモニターの枠もピンクで可愛かった。あ、じゃあ他のメンバーもしっかり見てたってことですよね。まあ、これ浮気してたことになりますからね。ちゃんとこれもうここから私出てないんで、はい、浮気してたってことでいいですよね。表示かわいい。なんかでもシンプルに私のファン多かったかな、この時。もうここからビジュアル気使ってないから、私もう隣にめちゃくちゃダンス上手いの2人いると思ってダンスにしか頑張ってない見え方気にしてない。ダンスをいかに踊るか。この二人、レナミーがいたからね。前髪とか気にしてる場合じゃねえと思って。ダンス前の二人いるから頑張って踊らなきゃって。ナナミはこういう曲だと本当映えで分かる。レナミってこういう曲すごい似合うよね。衣装ツヤツヤで可愛い。これ最初襟に名前書いてあったのに、多分 AKB の本店が公演で使ってたから名前剥がされてた。リカって入ってたのここに。私すごくない？体力。もうでも次の曲ぐらいから蜃気楼見えてるからね。みゆみゆ6人ぐらいに見えてた。みゆ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 ぐらい見えてて、ツインテールも12本ぐらいに見えてたから。あ、ビジュアル気にしてないからこの時。どうせ汗でひどいことになってるんだろうなと思ってた。やっぱ化け物すぎる。
オタでも裏方でもプレイヤーでもあるって書かれて、褒めてるそれ化け物って褒めてるねえ、コメントの人最近のエロコンビエロ顔コンビみゆはる、わかんない、私の癖なだけかもしれないみゆはるが私の癖なだけかもしれないけど襲いたくなるよねこの二人は、やっぱりスカート短いね、こんなしゃがんで立ち上がったらひっくり返るひっくり返らんで足細っ。はけたいはけたいはけたいの顔出てるよ。私、はけたいはけたいはけたいっていう顔してたよね今ね。疲れすぎて、はけたいはけたいはけたい。この MC ちゃんと聞いてなかったの私、何言ってた、疲れすぎて酸素吸ってた、髪の毛長いね。赤ちゃん吐けた瞬間全力で休憩してましたいいね、それなら許そう。あれまた固まってる、大丈夫、見えてる、今ね1時間18分50秒になるところですね。
見てる？みんな、みんな一緒に見てる？ちゃんと。いや、まーちゃんはエロいよ。見てる？あざといよね。そういうなんかあざとい、あざといなんかなんだろう、普段はしっかりしてるウォンなタイプ襲いたくなる、うん。え？ねえ、やだこんなこと言ってたの？本当だよ、盛りすぎだよ馬鹿にしてるでしょ、この子たち、私のこと。よくないな。わらわら、さくらさんがラジオでリカちゃんの話して青春時計かけてくれた。あ、ほんと？さくらさんに LINE しなきゃ。暗っ、顔全然見えない。やっぱクラクラって可愛いよね
これ気づいた人いるかわかんないけど、この衣装半袖になったんですよ。半袖バージョンで増えました、なんと。リガちゃんはずっと綺麗でかわちいかと。ありがとう。でもこの日ほんと顔が漏れてる。3期ってまだ髪型指定なの？3期に詳しい人いない？まあいても言えないか。私の配信でそれを言ったらもうね、死刑レベルの。やばいよ、声。ねえ、明日リカ喋れないかもしれない。大丈夫かな？あれ、どうしたらいいんだろう、これ。こちらも緊張して話せません。 そういう問題なの。でね、なんかさ、ボタンが効かなくなった。何も。もしもーし。もしもしもーし。 大丈夫？見えてる？動いてる？今。みんな聞こえてる？更新して戻った。あ、よかった。かわいい、すいすい。食べたい。すいすい食べたい。ここは、美晴は出る予定がなかったんだけど、もともと。でも、まあ、クラクラは6人だよっていうのを、やっぱり、分かっててほしくて、ミハポジをわざと開けてます。
え、顔可愛くない？私ねえねえ、顔可愛くない？マジで顔、ね、顔可愛いよね、なんかこの日花気に入ってほしい。何言ってんのこいつ。ガ様は買いすぎです。天使様でありがとう。かわいい。スイスイはシャイニーオレンジだったかな。色が決まりました。陰謀論って言われてる。おもろスイスイってかわいいナイスアシストはるかが追い詰められてるの好きなんだよね、私個人的に。ツボにはまってんだよねこれ私これツボにはまっちゃったんだよね、チヤホヤするからってMC 用の発声してる私MC 用の喋り方してる。4期生から私クダクダに入れたいんだけどさ、最初オーディション行けるかな、行きたいんだよね。はるかって本当私いなくなったらどうするんだろう MC。 私ぐらいしかいじれなくない？
やが覚悟決めた顔してるもん。何にもさてじゃないんだけど、歯止めが効かなそう。そう、悪いやつだよ、はるかは。ねえ、はるか、はるかは悪いやつだよ。画面のはるかを追い詰める、はるかは悪いやつだよ。そうさ、おっきい声でってよく言うんだけどさ、はるかって私ってさ、デフォルト声おっきいからさ、おっきい声でとかじゃないんだよ。そう。よく通る声。そう、私声でかいんだよね。でも明日は声出ないかも。ちょっとさ、鼻声じゃない、鼻声だよね今ね。はるかに内緒にするの趣味なんだよね私、クラクラの情報を。徹底的な秘匿。趣味なんだよね、はるかに内緒にするのが。うん。でも本当そんな感じだった。あ、先生入ったんだよね。はるか、え？めっちゃおもろかったよ。楽屋でえってなってるはるかを見たいがためだけに。あ、そうそうそう、サイヤにはなんか言わなきゃって思って言ったんだよ。サイヤっておもろいよね。そうしよう。そうしよう。だから大きい声でって何？顔何？やる先輩って何？通いません。
通いません。この曲は絶対やんなきゃね。みんなが1位にしてくれたやつだから、それこそこのショールームでこの曲はやんなきゃだよ。こっから見れない人いるんじゃない？もしかしたら課金しな、一緒に見ようよ最後まで。いいね。この衣装にして正解だった、このブロック。めっちゃ映えてるみんな。うん、レイニーはやっぱダンスうまいよね。この衣装いいよなって言われてる。NGT っぽいよね、この衣装ね。めっちゃ好き、私も。ちょっと待って。れ、見えてる？あれ、見えてますか？なんかボタンが一切効かないんだけど、大丈夫かな。見えてる？すごい、ボタンが一切効かない。 どうしたらいいんだろう、これ。終われないんだけど、終わろうと思っても。ファンの人にはさ、これぐらい思っててほしいよね。このジュアルデイズの歌詞ぐらいさ、リカのことちゃんとさ、好きでいてほしいけどさ。
歌詞ね、刺さるよね。え、顔可愛くない？これは3期生が前に来て歌って踊ってる曲ですね。はい、おのねんちゆうに。ちゃんと大好き言った？これ、リカ姫のことが。大好き言ったちゃんとこれ。え、円盤欲しい私にだけ。記念円盤くれ本当に。イヤモニ取れてきてる。受注でなんとかねえ、惜しいよね円盤ね。このコーナー来ちゃった。早い。あの太陽よ、最後まで照らしてるのは何か心残りか。かわいい。みはる、帰り道のその先には、レンヤ歌うま。突然歌うまかった今、びっくりした。もうすぐですよ。もうちょっとだってなってる。
パニックだね、ここね。かわいいカニ。これ何してんだよとずっと思ってた。うるせえ、絵面だけでうるさいもん、この4人。めっちゃ泣いてる、現役泣いててかわいい。もうひなたも超泣いてんのここ。なんで泣いてんの、多分もう昔の NGT だってなってるんだろうな、みんな。歌詞やばいよね。歌詞やばくない、普通にこの曲歌詞やばいんだよね。めっちゃ泣いてるこの人。ララララ歌えや。日本語おかしいしね。来てくれてました。いや最高じゃない、ここマジで。もうこの絵面がわちゃわちゃしてて可愛い。みずさ一からさ覚えてくれたんだよね、これみずと大滝やったことないから、セカオ。ノエがまるで現役なんだけど、踊り方がもう変わってない。中井さん、イヤモニ外れてそれどころじゃないです。中井さん、イヤモニ外れちゃってもびっくりしてます。セカオはね、オリポジでやりたかったんだ。誰、最終回って書いてる人やめて。最終回って書いてる人何。なんだこスタイルいいな。アイニャも変わらず可愛いね。カドちゃんも。ここずるかったよね。これこの人悪いよね。
もうダメだった、もうこれダメだった、もう後ろ向く振りでよかった後ろ向く振りでよかったの顔してるもん私。あのまま泣いてたらもうブスなところめっちゃ映ってた。これみんな私に指さしてくれててさ、びっくりしたいや荻野由香が悪いよさっきのは荻野が悪いよね。そうだよね、荻野由香のあの言葉が泣かせたよね私のことを最高じゃないこの世界をマジで。ちょっと我ながら言うけど本当最高だと思うんだけど、世界で一番最高な世界だよここの南の煽りめっちゃおもろかったリカミナ顔かわいすぎて私ビビってるもんみなみかわいいって思いながら見てた隣でで立ち位置間違えそうになってみはるが連れてってくれたで人見知り発揮してかわいい女いると人見知りになるんだよなって思いながら久しぶりだったからみなみに会うのミヤルが私のことこうやって連れてってくれた後ろからひのちゃん歌うま、たまに笑っちゃうんだよね突然歌うまくてカニかわいい、透明感やばいね、白細かった、相変わらず大滝は黒いし、アイニャとカドちゃんは相変わらず可愛いし、萌香は新生物だしマジ可愛かった萌香も、こうみんなおめでとうって言ってくれてんの、なんで AKB オタの俺がこんな泣きそうになってるのかってコメントある、 SKE オタも号泣してますいろんなオタクに刺さってる嬉しい HKT オタも泣いてるでいろんなオタクに刺さってる、よかった、ドラさん新規も泣いてるよってゼロ多めにSKE オタダが泣いてるかわいいまんべんなく刺さってよかったよ
かわいい、みんな。すごいよね、こんだけ揃うのすごいよね、マジで。まとめるの大変。え、ほら、この時も言ってるじゃん。みんなの湧き方ぶっすぎて、なんか もっと可愛く湧いてほしかった。なんか「誰々!」とか言えばいいじゃん。ナミさんの子「わー!」みたいな ゾンビみたいだったの。ちょっとあれだな、このブロックで一回区切ろうかな。あれ、なんかショールームがね、若干調子悪くて、一瞬待ってね、一瞬止めて、みんなも。ちょっと待ってね、ショールームのあれで。ちょっと待ってね。ごきげんよう。なんかこれのショールームの画面が、みんなからは理科のこと見えてる？なんかね、画面が真っ暗になったりするんだよね、たまに。ちょっと一瞬待ってください。ちょっと一瞬さ、ランキングだけ読むね。7位がリュウジさん、6位が元吉さん、5位が父ちゃん、4位が休日寝まくりマンさん、3位が誰だ、没子星太郎、2位がテリモキバーガーさん、1位が田中さんです。一瞬待って、これ、あ、引くようになったかも。いけたかも。ごめん、ありがとう、一瞬止めてくれてありがとうございます。すみません、調子が悪くて、こっちの、多分こっちの端末でやってたらそんなことないんだろうけど、なんか調子悪かったみたいで、すみません。あ、いけました、ボタンが効くようになってる。ただいま、見える？続きから見るよ、じゃあ。まあ今日はどっちにしろアンコールまでいけるかな。ちょっとちょ、行ってみれ、行くだけ行ってみるね。待ってね。ニコ生。はい。
何分ぐらいのとこからにしようかな。今みんな何分ぐらいで止めてた？なんか私一回閉じたらあれになっちゃった、最初からになっちゃった2時間3分 OK。 2時間3分35秒からいきます。あれ音が聞こえない。はい、いけた？レイニャーが止めてくれてんのかわいい。ミハルかわいい。元気いいとか言って普通にもう普通にもう日常会話始まってる。そうおもろい。大滝が話しかけてんのおもろい。もう耳で押してます、タイトです、時間タイトですって言われてるから。不安しかないよって言ってる。どうしたどうした、うるさいねこの MC ね。ね、ほんと申し訳ない、来てくれてありがとうって感じ。
初期だよって言って人数をね、ちょっと人数多かったんだよね。喋ってない子も何人かいて。聞いてるよ。ビメまだかなってなりながら MC 聞いてた ごめんごめん。かわいい萌か赤ちゃん萌か ここ刺さってた かわいすぎ。いや、あれ2周年だっけ？ 3 周年とかじゃない？え、なんかもっと後だった気がする。3周年？ 2 周年？あれ、え、あれ？あれもっと後じゃない？ 3、4周年ぐらいじゃない？だって4年目の時に4枚目出してるから。セカヒト？止まった？え、止まってる？見えてない？なんでじゃあ返事しないの？ なんでみんなじゃあコメント書かないの？え、2周年だっけ？まだあの時2年しか経ってないの。なんかかわいい。スーパーリカちゃんタイム待機？
あの別ってほんといい曲。衣装もかわいい。マジいい曲。ブランコかわいくね。ブランコ乗りたいって言ったら、いいよ。最後だしね、やりたいことやろう。めっちゃ渋々オッケーしてくれた。本編終わりで一回切ろうかな。アンコールはまた次の時見ようかなと思ってます。長いからね。姫やん。え？姫やん。すごい。カイリがめっちゃ見てる。なんで私締めって言ったんだろう。
はい、ということで一回終わろうかな。すごい感想言いながら見れるからいいですね。ニコ生見ながらも次はアンコールから見たいと思いますが、今日はなんだかもうこっちの画面に集中しすぎて今自分の顔くらいの気づいた。ちょっと待って。はいはい、はい、今気づいた。こっちの超暗ってな今なった。ごめん。こっちの画面しか見てなかった。うん、ね、またアンコールから次の時見ようと思います。課金せずに見てるふりしてた人は次までには課金しておいてください。一緒にね見れたら嬉しいなと思います。はい、ニコ生さん、ニコドルの方ね、一緒に見たいとか課金してないでしょどうせ。そういう人ばっかりだなと思ってたよ。いや、アーカイブはね見た方がいい。やっぱ現場じゃ気づけなかったこととかもたくさんあるだろうし、思い出せるしね。うん、私も課金したんだから。私も課金したんだからニコドルに。はい、ほんとそう。そうだね、だって亀戸籍の人とかってカメラ構えててさ、本番さなんかパフォーマンスで見れなかったところとかもたくさんあるでしょ。うん、だからね、もしあれだったらたくさん見てください。はい、そんな感じですかね。うん、さっき一瞬配信ごと切れちゃったのであれですけど、また時間ある時にアンコールから見ながらお話ししようかなと思います。目が悪くよく見えなかった部分も配信、そうだよね。なんかさ、まあ、リカばっか見てて全体見えてなかったとかさ、そういう人もいるだろうし、うん、でもリカがリカの班だったらもう OG 来てることすら気づいてない可能性があるぐらい。リカしか見てないだろうから、リカがリカのファンだったらね。リカって本当好きなものにしか興味がないから、もうそう、自分の推しメンだったら絶対 OG 来てること気づいてないと思うぐらい推しメンのことしか見てないと思う。で明日はちょっとあの私の体調がねこんな感じなので、あの話す時もちっちゃいかもしれないし、できれば一回で聞き取ってもらうか、もう話せなくなったらスケッチブックとかでやるので、はい、気づくまで時差あった。時差あったよね。わかる。明日行けなくなっちゃったんで、お手紙書き、私も明日行けるのかな。ちょっと熱があまりにも高くなったら行かないですけど、今も結構
あるんですけど、7度とかずっとそんな感じ。ここ3日間ぐらいずっと熱出てて なんか解熱剤で下げるんだけど、なんかそうすると変な汗かいてきて、もうフラフラしてどこにも、なんか何もできてない状態なので、はい、死に物狂いでメイクをしました。解熱剤つらい。ちょっと多分その熱を下げるのに体力を使っちゃってる分、なんだろうな、立ち上がっただけでふーってなるから、本当明日もそんな状態だと思うので、今の感じからいくとそういうのだけ理解だけしておいてもらえればと思います。あと皆さん、冒頭にも言ったんですけど、マスクの着用は絶対してきてください。私から移しちゃってもあれだし、私が変なのもらってひどくなってもあれだし、もうお互いのために、今コロナじゃないけど免疫は自体は落ちてる状態なので、ちょっとマスク着用だけ真剣に頑張ってほしいのと、あとあんまりこう、なんだろうな、私に対してなんか「うん」とかって聞き直したりさしないでほしいなっていう、なんか何回も言うのつらかったり大きい声が出なかったりするので、そういうのはあんまりなしにしてほしいなっていう感じです。でも振り返るのが現実的じゃなくて、もし私が明日行けなかったとしたら払い戻しになるのが多分なっちゃうと思うんですよ。最終活動日が8月なので。なのでちょっと行けるようにはしますけど、もし本当立ち上がれないぐらい辛かった場合お休みするので、ちょっとそこだけお願いしますっていう感じです。はい、できる限り頑張りますが、行けなかったらすみません 先に謝っとこうと思って、はい、そういう感じですかね。明日まで生きてたら会いましょう はい、7位がリュウジさん、6位が元吉さん、5位が父ちゃん、4位が休日寝まくりマンさん、3位がチャダさん、2位がテンムクバガさん、1位がタトフカさんです。ありがとうございます。はい じゃあ私目は寝ます。プリプリ、おやおやすおやぷりー。おやぷりぷりー。ぷり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 。ぷり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 。ふぅぅ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